ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は大帝国民滅亡時の悲惨なドラマと、そこで起きたとにかく奇妙な二つの出来事のお話だ。奇妙な出来事？ちょっと聞かせてもらおうかしら。民軍と反乱軍、そして新軍の行き詰まる攻防から、皇帝一家の悲劇のドラマまで盛りだくさんでお送りするぞ。聞き応えありそうね。それでは行くぜ。まずは当時の状況をざっくり説明しておこう。よろしくお願いするわ。門を開け、秦王を歓迎せよ。秦王は食事代を払わずに町に入る。これは明朝滅亡のきっかけになった李時成の乱の頃、いくつもの町で流行った歌だ。ちなみに秦王とは李時成が名乗った称号だな。誰が考えた歌かはわからないが、それだけ彼の人気が高かったことがわかるぞ。農民反乱軍はこの歌を歌いながら、紫禁城への道を進んだらしい。イケイケなのが伝わってくるわね。こうした反乱の末、最後の皇帝である崇禎帝が北京の紫禁城で首をくくり、建国から300年続いた明王朝は滅亡することになる。歴史の必然でもある王朝の滅亡だが、実は明王朝の場合は大きな要因があったぜ。要因ってどういうこと？西暦1627年、崇禎帝は兄の典型帝から皇位を継いで明王朝最後の皇帝の座に着いたんだが、明はすでに滅亡の危機で、かつての栄光は影も形もなかったんだ。そんな時期に皇帝になるのもそんな話よね。崇禎帝はそれまでの皇帝たちと違って政治に熱心で、色ごとに吹けるようなこともなく、明朝を再び盛り返そうと野心に燃えていた。皇位に着くと、当時王朝を掌握していた宦官の義中権を排除して一派の力を弱めようと試み、狙い通り彼らは徐々に衰退していったんだよ。まさにできる男だわ。さらには当時北部の国境付近では黄巾、つまり後の秦の軍隊が絶えず略奪を行っていた。明軍は敗北の兆しを見せてはいるものの、なんとか持ちこたえていたんだ。野心的な崇禎帝はこれを追い返し、なんとか王朝を持ち直したいと考えていたぜ。中国史おなじみの異民族問題ね。そういうことだな。さてそんな野心に燃える崇禎帝だが、一つ悪癖があったんだ。悪癖ってどういうこと？彼は周囲の疑いが強すぎるところがあって、臣下を簡単に信用しなかったんだよ。この性格は義中権一派の排除の際には役立ったが、一方で滅亡を早める方向にも作用してしまったぜ。疑いか。確かにバランスが難しそうだわ。彼は諫言に惑わされて忠臣を何人も粛清したが、その中でも決定的だったのが、名将と言われた袁崇煥を処刑してしまったことだ。しかも、中国の刑罰史上最も残酷な刑とされる領地刑でな。領地刑って言うと、領地刑については他の動画で解説したから、気になる人は概要欄を見てくれ。ただしなかなかのエグさだから閲覧注意だぞ。わかったわ。さて、三階館という北の関所を預かる彼が処刑され、それによって秦軍の侵入を許したことが、明朝の滅亡につながったのは大きいだろうな。読み違えちゃったわけね。また当時は全世界的に小氷河期と呼ばれる寒冷期で、多くの地域で自然災害が発生していたんだ。例えば干ばつ、バッタの害、飢餓、厳冬。そのせいで数年間豊作のない地域もあったというぞ。そして飢えた民衆が次々と放棄し、農民たちによる反乱が盛んに起きたんだよ。餓死するぐらいだったら私でも反乱しちゃうわ。だが反乱鎮圧の過程で、崇禎帝はいくつか間違った戦略を立ててしまった。例えば反乱を鎮圧したにもかかわらず、農民たちのその後をないがしろにしたため、反乱の原因だった食料問題は根本的に解決されず、さらなる放棄を引き起こしたんだぜ。そもそも食料不足を解消しなきゃそりゃ反乱もなくならないわよね。そしてこうした農民反乱の一つとして登場したのが、冒頭の李時成による放棄だったわけだな。彼は身分の遺憾に関わらず土地を等しく分配し、3年間の税を免除する、商取引は公正にするなどのスローガンを掲げ、農民や商人の支持を得て大勢力となった。そして西安に入ると国号を順として王を称したぜ。ついに王様になっちゃった。大したもんよね。そんな中起きた一つ目の奇妙な出来事には、崇禎帝が関わっている。当時起きた農民反乱軍の中でも、李時成軍は新進気鋭で、道中で多数の飢えた民衆や兵士を募り、意気揚々と北京に向けて行軍していたんだ。なんか楽しそうでいいわね。あまりにも膨れ上がる反乱軍、そして北から迫る新軍の脅威に宮廷はパニックに陥った。そしてこの時期に大臣たちの間で南遷、つまり首都を北京から南京へと移すことが、しきりに噂され出したんだぜ。首都を移すってそんな簡単にできるのかしら。明朝の敵対勢力は主に北部に集中していたから、南部はまだ勢力を保っていたんだ。南部には明の何世紀にもわたる蓄積があるから、かつての繁栄を回復することは不可能じゃない。たとえ北京が落とされたとしても、かつての宋王朝のように長江の豊かな自然と南部の繁栄を頼れば、十分挽回できると考えたんだよ。
宋王朝も同じようなことになってたの？ああ、宋は満州族率いる金によって一度滅ぼされ、江南の地に逃れて新しく王朝を建てたんだ。ちなみに金は秦と同じく満州族の国だったんだぜ。当時は女真族って名前だったけどな。そんな金を南宋は、数十年後にモンゴル帝国と協力して滅ぼし、復讐を遂げることに成功したぞ。ただしあまりに強大になったモンゴル帝国によって、南宋自身も滅亡させられたのは皮肉な話だけどな。そっか。そのモンゴルが元凶になったわけね。金の滅亡については他の動画で解説したから、興味がある人は概要欄を見てくれ。わかったわ。ともかくそんな南遷の提案を受けた崇禎帝は、断固として拒否した。つまりこのまま滅亡することを選んだわけだな。だが一体なぜ彼は滅亡の道を選んだのだろうか。そうよね。一度逃げてやり直せるならそうすべきって思っちゃうけど、おそらく彼は明朝の状況が、帝臣たちが考えるほど楽観的じゃないとわかっていたんだろう。当時の明王朝はまさに死の床の老人のようだった。だから生きるため南遷したとしても、それは電気ショックで延命したのと同じ。それだけでなく崇禎帝自身も、皇帝としての威厳を失うことになるのは明らかだったんだよ。そんなもんか知らねえ。また、遥か昔に初代皇帝の光武帝はこういう言葉を残していた。土地を割譲せず、賠償金を支払わず、和平を結ばない。漢民族である光武帝にとっては、これがモンゴル民族に王朝を奪われた苦い教訓だったんだぜ。そりゃ実感こもってるわ。そもそも、異民族の脅威を一番理解していたのが明朝の皇帝だったのは間違いない。初代の光武帝朱元璋はモンゴル民族に支配された元朝時代、最下層の貧しい農民の子として生まれ、モンゴル族への反乱から成り上がった人物だったんだ。最下層から皇帝ってなかなかすごいわね。元朝時代にはびこった官僚の汚職を憎み、皇帝になると汚職官僚に厳しい刑罰を課したぞ。厳しい刑罰って言うと、有名なのは全身の皮を剥ぎ、その中に草を詰めて上から吊るす皮剥ぎ刑だな。これを見た官僚たちは震え上がり、自分の番が来るのを恐れたというぜ。なんでまた草なんか詰めた？朱元璋の残酷刑については別の動画で解説したから、興味がある人は概要欄を見てくれ。了解したわ。ちなみに、第三代永楽帝が北の国境に近い北京に都を移したのも、皇帝が国の門を守ることで、先祖が残した国土を失わないためだった。それをわきまえていた崇禎帝は、どうしても人の移転は許せなかったってわけだぜ。そういうことだったのね。さて、二つ目の奇妙な出来事には李自成が関わっている。どういうことかしら？彼は農民軍を率いて各地を占領し、最終的に明王朝を崩壊させるに至った。だが何も初めから強かったわけじゃないんだ。かつて明軍は10万の兵力で彼ら農民軍を包囲し、重傷を負った李自成は残党17名と共に、命からがら山中に逃げ延びたこともあったんだぜ。20人足らずで逃げるってマジで命からがらね。軍隊は全滅寸前だったが、幸運にもこの時北にいる秦軍が大規模な侵攻を起こしたんだ。帝臣の中にはまず李自成軍の殲滅に集中し、それから秦軍に抵抗することを提案する者もいたが、この重要なタイミングで崇禎帝は、またもや判断ミスをしてしまったんだよ。つまりは秦軍の鎮圧を優先したってわけだな。そのため国境地帯は新たな被害を被っただけでなく、李自成にまで復活のチャンスを与えてしまったんだ。なかなか難しい選択だわ。李自成は再び大量の農民を集め、すぐに勢いを取り戻した。ちなみに、冒頭の歌が庶民の間に広まり始めたのもこの時なんだぜ。ってことはかなり勢いづいてきてた頃ね。1644年3月、ついに李自成軍は北京郊外に到着した。しかしこの時に彼が起こした行動は、側近たちを大いに困惑させたんだ。どういうこと？彼は農民軍をしばらく北京の外に駐留させ、密かに密使を帝都に送り込んだんだよ。実は崇禎帝と秘密の取引を行うつもりだったんだぜ。トップ同士が秘密の取引ってなんだか不穏だわ。多くの人は、李自成が戦わずして明朝を降伏させるために密使を送ったと思ったが、記録によると意外な内容だったんだ。なんと彼は崇禎帝と和平交渉するつもりだったんだよ。和平交渉？じゃあ降伏させるわけじゃなかったの？そうなんだよ。李自成は密使を通じて崇禎帝に、私は数百万の兵を抱えていて強大だ。もし北西の土地をくれるのならば、王を名乗ることができる。そうすればうちでは各地の農民運動を一掃し、外では秦軍を追い返して、民国を永遠に守るのを手伝おう。と告げたぜ。つまり共存を提案したのね。しかし崇禎帝はこの時すでに死を覚悟し、首都の移転も李自成との合意も、さらには、形勢を変えて明王朝の滅亡を阻止することもできないと考え、この提案をきっぱりと拒否したんだ。まさにその時歴史が動いたって感じ。とはいえ李自成がこうした予想外の行動を取った本当の理由は、当時の彼にしかわからない。
だが、いくつかのことから推測することは可能だぞ。一体どうしてだったの？たとえ理事生が無事に北京に入れたとしても、結局のところ自分の立場はまがいもの。だから、どの道長くは続かないことを理解していたのかもしれない。だが土地を譲り受けて王になれば、少なくとも今の状況は維持できるよな。妥協って感じだけど確かにそうよね。もちろん、理事生にそんな先見の明があったとは限らない。なぜなら交渉が決裂したのを知ると、最高賞を諦めてすぐさま北京を攻撃し、明王朝を完全に滅ぼしてしまったからな。ということは一応言ってみただけみたいな？そこはちょっと謎のままだ。もしかすると、彼にも長期的な見通しがあったのかもしれないぜ。結局わからないままなのね。何にせよ数帝帝と理事生の奇妙な二つの行動は、明王朝の滅亡にちょっとした悲劇と謎を残したんだよ。もし違ってれば、と思わなくもないわ。ともかくこうして数帝帝との交渉に失敗した理事生は、その後明軍の管理が投降したのをきっかけに、城内へ突入したんだ。一説によると門を開けたのは宦官の誰かだとか、または海賊の一団だったとも言われているぞ。場合が場合だけに証言が混乱してるのね。城内への侵入を知った数帝帝は、落城前に家族を集めた。まずは男子たちを粗末な服に着替えさせ、北京脱出の準備をさせたんだ。子供だけでもってわけか。無事に逃げられたのかしら？実際に何名が脱出できたかは定かじゃないが、例えば五男の主事官は生き延びて、70代まで隠れて暮らしていたことがわかっている。ちなみに主事官については他の動画で解説したから、興味がある人は概要欄を見てくれ。OK よ。また、長男の主事郎も落ち延びて明の将軍の元へ身を寄せ、新たな皇帝として擁立されようとしたが、間もなく病死してしまったという話だな。ちなみにこの主事郎については、その後偽物が二人も現れて一騒動起きたそうだぞ。皇族の生き残りを名乗る男。最後までドラマがあるわね。数帝帝に話を戻すと、次に彼は資金帳から持ち出した自分の刀を手に取った。一体何をするつもり？側室と娘を自らの手にかけようと考えたんだぜ。うわぁ。さすがに辛すぎる。ちなみに彼は10名以上の側室を抱えていたが、その全員の命を奪ったかは不明だな。さすがに10名以上を切ったとは考えにくいから、もしかすると密かに逃げ延びたり、見逃された者もいた可能性があるぞ。実際に側室の一人である袁弘輝は、3箇所に傷を負ったが1名を取り留めたそうだ。ラッキーどころの話じゃないわね。そして次は3人の娘たち。特に次女の長平公主は数帝帝のお気に入りだったらしい。彼女の番が来ると数帝帝は悲しみのあまり、ああ、そなたはどうして皇帝の娘に生まれてしまったのか、と涙を流したそうだ。ちょっと芝居がかってるけど泣けるわ。ついに数帝帝は思い切って刀を振るったが、涙で目が曇っていたために急所を外してしまう。するとその時、彼に唯一付き従ってきた王将恩という宦官がこう言ったんだ。公主様は果てられましたゆえ、遺体を始末いたします。そしてすぐに近くの官女に命じ、公主を逃すよう手配したそうだぜ。機転が利くってこういうことを言うんでしょうね。まあ伝承レベルの話ではあるんだけどな。別の説だと、資金帳に入城した理事生が怪我をした長平公主と袁弘輝を見つけ、主将はあまりに残忍な、と嘆いたとも言われるぞ。袁弘輝は側室だったわね。娘の長平公主は慎重になると帝臣の一人に庇護され、もともと婚約者だった男性と結婚したそうだ。出家して隠世することを望んでいたが、結局明滅亡からたった2年後に亡くなってしまったらしいな。長くは生きられなかったってことか。この長平公主は当時から人気があったらしく、民間伝承で色々な伝説が語られたんだ。その中には尼になってから武芸を身につけ、独飛神尼と名乗り、明の再興運動に励んだという伝説もあるんだぜ。えらいぶっ飛んでるわね。さて、娘たちが終わると数帝帝は、妻の周皇后に自害を命じた。彼女は涙を流し、私は18年陛下に仕えてきました。私の話など陛下のお耳には一言も入りません。今日陛下と殉国して死んでも恨みはありません。と言い、息子たちと最後の別れをした後首をくくったそうだ。あんまり夫婦仲が良くなかったとか？さあ、どうだろうな。最後に数帝帝は近くの木に縄をかけて自ら首をくくり、そばにいた宦官の王将恩も、同じく首をくくって命を絶ったという話だ。この最後についても諸説入り乱れていて、例えばその前に王将恩の邸宅を訪れ、大きな帽子と宦官の服に着替えて、城門を突破しようとしたって話もあるな。なかなかダイナミックね。また、最後に資金帳でベルを鳴らして大臣たちを呼び寄せようとしたが、誰一人入廷しなかったという話も伝えられている。なんでまた？数帝帝は帝臣を信用してなかったって言ったよな。そのせいで何人も粛清してしまっていて、すでに信用ゼロだったんだ。だから駆けつける者がいなかったんだよ。悲しすぎるでしょ。
彼は死の間際まで、誰も召集に応じなかったことを嘆いていたらしいぜ。ともかくこうして明朝最後の皇帝だった崇禎帝は、命を絶ってしまったんだよ。歴史の流れとはいえ、貧乏くじだったのは確かね。なんだかやりきれない気分だわ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は明朝の衰退に大きく関わったニートのお話だ。ちょっと魔理沙、ニートって言った瞬間にこっちを見るのはやめてよ。おっと、これは失礼した。気を取り直して、希代の暗君版歴帝の、しくじりエピソードの数々をご覧あれだぜ。どんなエピソードが聞けるか楽しみだわ。それでは行くぜ。まずは、版歴帝が即位した頃の中国大陸の状況を説明しておこう。この頃の明朝は永楽帝の系譜の皇帝たちによって、黄金時代を迎えていたんだ。そんな中でダメダメニートが登場するの？そういうことだな。もう少し背景を解説しておくと、この頃ヨーロッパでは大航海時代に突入していて、国際商業が活発化していたぞ。新時代のうねりってやつね。ああ、そのうねりは、中国国内にも商工業の発達という形で押し寄せたんだ。もともと盛んだった綿産業や絹産業は、織物の海外輸出が増えたことでますます盛んになって、それ以外にも茶や陶磁器などの産業も発展し、国際商品として世界各地へ輸出されたんだぜ。他国との貿易は、国の発展の大きな要素になりがちだわ。こうした産業が発展した結果、貨幣経済が農村部にも入り込んできたんだ。だが、大きな変化が起きるときは、得てして社会の矛盾を生み出すことになるんだ。この状況の中で、新たに皇帝に即位したのが版歴帝だぜ。いよいよ主役の登場ね。とは言っても、即位当初からダメダメだったわけじゃないぞ。版歴帝には最強のブレインがついていたからな。皇帝の頭脳って格好いいかも。そうだな。1572年に版歴帝は、明朝第14代皇帝として即位するんだが、その時彼はまだ10歳だったんだよ。幼い頃に親皇帝になるのは王位継承あるあるだわ。当然10歳の子に政治を任せるわけにはいかないので、裏で操るブレインが必要だよな。版歴帝の内閣大学士として政務に当たったのが、長居生という人物だぜ。内閣大学士って何？内閣大学士っていうのは、明の永楽帝が置いた皇帝政治の補佐機関である、内閣の構成員のことだぞ。最初はただの構成員だったのが、次第に重要性を増し、長居生の頃には宰相と同じ権限を持つようになり、明朝の次の新朝でも継承されたんだ。なるほどね。この長居生がなかなかの切れ者で、その実力は北宋時代の王安石と比較されるレベルなんだ。ちなみに王安石は、宋の政治改革を指導した人物だぜ。北宋の六代皇帝秦宗の下で宰相として、政治を行っていたんだよ。この王安石の話は、またの機会にするとしよう。楽しみにしているわ。それで、長居生さんは、具体的にどんなことをしたの？内政の充実と、周辺の諸部族との関係構築だな。霊夢は北予南話という言葉を知っているか？聞いたことないわね。北予南話っていうのは、15世紀中頃から16世紀にかけて、中国大陸の北方からのモンゴル系遊牧民の侵攻と、南方海域での倭寇の活動を合わせて表現したものだぜ。南北二つの外敵が、ずっと明王朝の脅威となっていたんだよ。その北予南話を長居生さんが退けたの？いや、版歴帝が即位して長居生が摂政になった頃には、北予南話の脅威は去っていたぞ。だが、長年続いた北予南話への財政出動による痛みや、政治腐敗による賄賂汚職なんかで、明朝の内部はボロボロだったんだぜ。なるほど、まず内側をきれいにしようってわけね。そういうことだ。長居生は行政の改革として、まず役人の数を減らしたんだ。それから検地を実施して課税対象の土地を増やし、新しい税制である一条弁法を普及させたぜ。長居生の財政再建計画は見事に成功し、明の国庫は安定したんだ。偶有能じゃない。さらに対外政策にも目を向け、民間貿易や民間人の海外渡航の禁止を停止して、民間の海外貿易と中国人の海外渡航を認めたぞ。視野が広いのね。それからモンゴルのアルタンハンが求めていた、交易も認めたんだ。結果的に北方での戦闘が止んで、モンゴルと明の交易が始まるんだよ。ここまで有能なら、ずっとブレインとして頑張ってほしいわ。残念ながらそうはいかないんだ。長居生は10年にわたって政治の改革に努め、1582年に惜しまれながらこの世を去った。だが、改革に痛みはつきものだぜ。え、何があったの？実は長居生は政敵を蹴落としたり言論を抑圧するなど、改革の際にかなり無茶を重ねたんだよ。こういった長居生の態度が、保守派の非難の的となってしまったんだ。版歴帝はこの動きに押されて、長居生の官位を剥奪し、家産を没収、さらに家族を辺境に流す処置を取ったんだぜ。え、自分のブレインとして、政治を担ってくれた人にそんな扱いしちゃう？
こうして長居性は、亡くなったにもかかわらず罪人とされてしまったんだよ。さらに長居性本人の遺体にも、過酷な罰が加えられたそうだ。これ以降、国のために責任を持とうとする大臣は出てこなかったらしいぞ。そりゃ、こんな仕打ちされるなら、出しゃばらない方が吉よ。さて、長居性が亡くなった頃には、万暦帝は20歳となっていた。十分に申請が行える年齢だな。長居性さんが有能だっただけに、どうなるか心配だわ。実は長居性は、まだ幼い万暦帝を理想の皇帝に育て上げるため、教育もかなり厳しく行っていたんだよ。将来的に国を滑るんだから当然よね。だがこの英才教育は逆効果だったんだ。万暦帝は口うるさい長居性が亡くなると、贅沢三昧の堕落生活を始めてしまうぜ。ああ、反動来ちゃってる。政治に分けほどの興味も示さず、自分の部屋に引きこもったんだ。万暦帝の申請期間は約38年間と長いんだが、そのうち25年から30年は引きこもり生活だったぞ。もはや引きこもりのプロフェッショナルじゃない。当然その間の政務は放棄で、浪費ばかりしていたんだぜ。政務に関わらないどころか、大臣たちとも顔を合わせない始末。そのくせして、プライドだけは一丁前に高く、過去に自分を侮辱した人間は決して忘れなかったそうだ。典型的なニートだわ。財政も任せきりだったんだが、嫌にケチなところがあって、無駄遣いは嫌ったんだよ。自分に関するイベントごと以外はな。え、どういうこと？例えば定期妃の子である主上旬を溺愛し、その結婚式のために30万両という金額を使っているぜ。ちなみに、長居性が政治を取っていた約10年で、国庫に積み上げた金額が400万両だ。ちなみにそのお金は？もちろん、万暦帝のポケットマネーなんてことはありえるはずもなく、国民から集めた税金を私的に流用してたんだよ。わかっちゃいたけど、最低だわ。周りの人間は何も言わなかったの？言ったところで素直に従うわけないんだぜ。ちなみに彼は人事にも無関心で、役人の中で欠員が出ても放置だったぞ。人件費もケチって大事な役職の人も補充しないから、宮廷はスッカスカだったんだよ。想像を絶するアン君ね。そんなシキニートライフを満喫していた万暦帝にとって、最大のピンチが怒涛のように起こるんだ。それが万暦の三世と言われる三大戦争だぜ。シキニート覚醒イベントかしら？そんなわけないだろ。まず最初に起こったのは母輩の乱だ。この反乱は1592年に寧夏で起きた、副僧兵の母輩による反乱だぜ。どういう反乱だったの？母輩は東賀で起こった反乱を、息子の正恩と共に平定したんだが、その功績が認められなかったことに腹を立て、オルドスのモンゴル勢力と結んで反旗を翻すんだ。その後母輩は、寧夏城に立てこもったぜ。籠城戦ってやつだわ。民はこの反乱の鎮圧に、多数の軍勢を費やすことになった。この時人員の一部は、民が両党方面に派遣していた軍から捻出しているんだが、これが結果として、女真族が台頭するきっかけとなってしまったぜ。しくじってるわね。ちなみにこの時台頭してきた女真族を統合したのが、大新帝国を作ったヌルハチだ。この反乱は2月に始まって、9月まで続く大反乱になったんだぜ。それだけで大変そうだけど、あと2つ重なるんでしょ？ああ。同じく1592年に起こったのが、文禄慶長の乱、いわゆる朝鮮出兵だ。この時絶賛シキニート中だった万暦帝だが、日本の朝鮮侵攻の報告を聞いた途端、突然、朝議に現れたんだよ。どういう風の吹き回しかしら。詳しいことは分かってないが、この朝議で万暦帝は毅然として、朝鮮に援軍を派遣せよと勅命を下したんだぜ。日本の朝鮮への侵攻を自国に対する侵犯と捉え、感化しなかったんじゃないか？あれ、やっぱり覚醒イベントじゃない。この時万暦帝が威勢よく下した勅令は、援軍として5万の兵を派遣させるというものだったぜ。ちなみに日本軍は、16万ほどの軍勢だったそうだ。しかも民の派遣軍の労用の負担は、朝鮮側持ちという見事なまでのケチっぷりを披露したぞ。あ、全然覚醒じゃなかったわ。当時の日本軍側では、民がどこまで朝鮮を支援するかが議論の的となっていたんだ。小西行きながら慎重派は、民の大規模な介入の可能性を想定して、朝鮮征服は簡単ではないと主張していたんだ。対立するのは、加藤清正さんかしら？その通りだ。加藤清正ら公選派は、民の介入は限定的であると考えていたぞ。この辺は、加藤清正が持つ武人の嗅覚のようなものなんだろうな。なるほどね。ちなみに朝鮮は民の莫大な兵糧の要請に、応えられていないんだ。そこで民軍は兵糧調達と称して、朝鮮で手当たり次第に役立つしたんだぜ。トップがトップなら、部下も部下だわ。この時に万暦帝が突然出しゃばって、朝鮮への援軍を指示したことで、もう一つの反乱を招いてしまうんだ。もうずっとニートしときなさい。三つ目の反乱は楊王憂の乱だ。破衆の役とも呼ばれているぞ。
これも同じく1592年に起きているぜ。貴州省覇州の土豪で、民から代々は州選医師に任じられていた楊王勇が、朝鮮に援軍を出している隙を狙って、民への反乱を起こした事件だな。北から東から国内から、もうめちゃくちゃだわ。民はこの鎮圧にも手を焼き、数年をかけてやっと平定したんだ。この三つの戦いをかろうじて乗り切ったものの、財政に莫大な負担がかかって国力は著しく消耗したぞ。何にもいいことないじゃない。ちなみに、後の清代に編纂された歴史書の民史王徳観伝には三つの戦いで費やした軍費が、寧夏は約80万両、朝鮮の役は約780万両、覇州の役で約200万両と記載されているぞ。数字が正確かは定かではないがな。とにかく、馬鹿みたいにお金を使ったってわけね。そういうことだ。ここからは、万歴帝の最後と民の衰退を見ていこう。三つの戦いで財政が逼迫した状況で、安君がやりそうなことってなんだと思う？そんなの増税一択でしょ。さすがだな。万歴帝も例に漏れず、増税を行って国民の不満を高めたんだ。その増税で得たお金は、自分のために使っているんだぜ。もう救えないわ。晩年になっても万歴帝は、相変わらず政治に関心を持たず、国家財政を無視して個人の蓄財に走っていたんだ。悪化した財政への対策としてと言いながら、自らの貯蓄を増やすために、全国に税関と呼ばれる宦官の徴税官を派遣して、厳しい搾取を行っているぞ。こんなの反乱待ったなしでしょ。この搾取に反対する民衆により、税関たちがたびたび襲われる事件が起こっても万歴帝は最後まで廃止しようとはしなかったぜ。どこまでも自分勝手だわ。スパルタ英才教育を受け、立派な名君になるはずだった万歴帝は、その後も引きにいと生活を続け、58歳でその生涯を終えたんだ。最後まで自堕落を続けたのね。万歴帝が亡き後を継いだ次期皇帝、大正帝は即位1ヶ月で崩御したんだ。その息子の天慶帝が即位するも、その天慶帝も7年で崩御しているぜ。これには様々な陰謀があるようだが、この話はまたいつか取り上げるから、楽しみにしていてくれだぜ。わかったわ。天慶帝の次は弟の崇禎帝が即位したんだ。この頃には黄巾の勢力も拡大し、毛動にもならない状況になっていたぜ。崇禎帝は財政再建に努めたが、大ヌル八のために新たな税を設けなければならず、国内では飢饉が相次ぐと、各地で反乱が起こり始めたんだ。この頃の反乱って言うと、理事制の乱かしら？ああ、その通りだ。内部が分裂状態になった中で崇禎帝は猜疑心に駆られ、重臣たちの士気低下を招いた状態で、理事制の乱が起こり、理事制は自ら皇帝を名乗るようになった。だが北方から万里の長城を越え迫ってくる女真族に、農民反乱上がりの理事制が対応できるわけがない。こうして中国は新たに、清王朝の時代に突入していくことになるぜ。その女真族を台頭させたのは、万歴帝だもんね。その通りだ。明王朝の滅亡については、概要欄の動画もチェックしてくれ。さて、そんな万歴帝をめぐって、この後も色々と問題が起きるんだ。え、あの世に行ってなお、問題を起こすの？これに関しては、万歴帝自身が何かしたというよりかは、過去を掘り返されたといった感じだな。詳しく聞かせてちょうだい。万歴帝が崩御してから、数百年経ってからの話だが、1966年の文化大革命の時に、保存されていた万歴帝と奥さんの遺体が、壊されて燃やされたんだぜ。その前に、引き兄との妻がいたのは意外だわ。それはまあ認めてやれよ。文化大革命については、概要欄の動画を見てくれだぜ。ちなみに、文化大革命の10年前に、万歴帝の遺体は1年かけて発掘され、公開されることになったんだ。これは中国最初の、学術的古代皇帝陵墓の発掘だったぞ。この発掘で、面白い発見があったんだぜ。面白い発見というと？考古学者が万歴帝の棺を開けて、その遺骨を復元したところ、両足の長さが明らかに違っていて、右足が著しく曲がっていたそうだ。それはつまり何を意味しているの？これは生前に足の筋肉が萎縮しており、歩行がかなり困難であったことを物語っていたんだよ。おそらく、晩年は相当の痛みを伴っていたと思うぜ。少なくとも晩年、表舞台に出なかったのは、本当に体調不良だった可能性があるということだな。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ同情しちゃったわ。というわけで、鋼のニート皇帝万歴帝について紹介したぜ。幼少期のスパルタ教育の反動で、希代の暗君となってしまった残念な皇帝だったな。万歴帝は中国史の中でもトップレベルの暗君で、明朝は万歴に滅ぶという言葉もあるんだぜ。長居生さんがいなかったら、さらなる暗君になっていたかもね。逆に明君になっていたかもしれないぜ。とりあえず、霊夢もたまには外に出ることをお勧めするぞ。だから、私は引きニートじゃないわよ。ちなみに、万歴帝の息子の朱常順と孫の高皇帝についての動画もあるから、
興味がある人は概要欄からチェックしてくれ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ミンの番歴帝の息子で王朝末期を生きた巨漢のモンスター主上旬と、その息子で難民の変態皇帝皇皇帝という親子二代にわたるお話だ。すでにどうしようもなさが漂ってきてるわね。主上旬は番歴帝から甘やかされすぎたことで、ひたすら欲望に向かって進む怪物となった。そして民の滅亡に伴い、あまりに残酷で、あまりに彼にふさわしい最後を迎えることになる。また、彼の血を継いで難民の皇帝となった皇皇帝も、父に負けず劣らず醜態を晒すことになるんだ。今回もえげつない話が聞けそうだわ。明朝末期を彩った怪物たちの生き様を、最後まで楽しんでくれ。それでは行くぜ。当時の明王朝は、まさに民心交代の真っ只中の時代だった。民心交代って何かしら？民心交代とはそれまで中国大陸を支配していた明王朝から、中国東北部に居住していた満州人、愛新覚羅氏が建国した新王朝への移行を指すんだ。新は民やその維新、そして李自成が率いる順などを打ち破り、辛亥革命によって滅びるまで、200数十年間続く帝国を築いたぜ。つまり明王朝の末期にあたるのね。そうだな。明の没落について言うと、原因としては複数の要因が組み合わさっていたんだ。例えば多発する戦役や政治の腐敗、財政の悪化と重税、疫病の流行があった。さらに混乱を助長したのが全国で発生した農民反乱と、相次ぐ統治力の低い皇帝たちだな。いわゆる暗君とも呼ばれるやつね。ああ、さらに言えば明末にあたる17世紀は、小氷期という全地球規模の氷河期にあたり、明の没落には気候による干ばつや、飢饉が影響したという説もあるぜ。運の悪さもあったのね。また、政治面では皇帝の政治への無関心と、官僚や宦官の横暴も影響したんだ。第14代皇帝の晩歴帝は浪費にふけり、晩歴の三世と呼ばれる3つの戦乱も財政を圧迫したぜ。その晩歴帝が今日のテーマの主上旬の父親にあたる人？そういうことだ。ちなみに晩歴帝についての動画もあるから、興味がある人は概要欄からチェックしてくれ。わかったわ。次に即位した典型帝、そしてその次の数帝帝も政治の立て直しを図ったが、農民反乱や女真族の侵入が頻発して改革はうまくいかなかったぜ。時すでに遅しってやつね。また、兵士への給料の未払いや、駅卒と呼ばれる運送業者の人員削減によって、盗賊や反乱がどんどん増えてしまったんだぜ。もうしっちゃかめっちゃかだわ。ちなみに農民反乱軍を率いて順を建国した李自成も、元は駅卒だったとする説があるんだよな。ってことは改革が原因で滅亡したみたいなものよね。考えようによってはそうかもな。こうして明朝のラストを飾る数帝帝が即位した時、すでに明は末期症状を見せていたんだぜ。そして1644年に李自成軍の包囲の前に数帝帝は自害し、明はあえなく滅亡してしまったんだよ。そのまさに滅亡の前後にあたるのが、今回のお話なんだ。かなり緊迫感がある状況ね。それではいよいよ今回の主人公、主上旬に登場してもらおう。主上旬は明朝の皇族で、初代の副王としても知られている。晩歴帝の三男にあたる人物だな。母は側室の帝氏。帝氏は晩歴帝に最も寵愛された女性だったらしい。じゃあ主上旬は、お気に入りの側室が産んだ息子だったのね。そうだな。そして晩歴帝は、彼女が産んだ子である主上旬を皇太子として育てようと考えた。いいじゃない。それで皇帝にはなれたの？いや、大臣たちの強い反対にあったんだ。彼らは晩歴帝の長子の主上洛を支持していたからな。正妻の子供がいたってことね。それはちょっと分が悪そう。ああ。そんなわけで主上旬は皇太子にはなれなかったんだよ。だがその代わりに、父の晩歴帝は彼に対して凄まじい贅沢をさせたんだ。ああ、なんていうか償いみたいな感じかしら？まあそういう思いもあったんだろう。息子に色々な便宜を図っているぞ。例えば彼の領地は洛陽に変更された。洛陽って結構大きな町よね。そうだな。当時の洛陽は豊かな江南の地と同じくらい栄えていたんだ。その町を彼に与えたってことからも、いかに溺愛されていたかがわかるんだぜ。皇帝にさせられなかった引け目があったから、優遇することで埋め合わせしようと思ったのかしら。そんなわけで洛陽に到着してからの主上旬の生活はさらに贅沢になり、あらゆる種類の食べ物、飲み物、娯楽が用意されるようになる。その暮らしは、もはや皇帝に匹敵するほどだったと言われているな。そして主上旬自身もその贅沢を謳歌していたんだよ。運命のいたずらによってバカ息子が誕生。息子が快適に暮らせるように、晩歴帝は洛陽に銀28万両を割いて豪邸を建築させた。壮麗で豪華な邸宅で、しかも土地は4万ヘクタールほどもあったという。住んでみたいわそんな家。それだけじゃない。主上旬が結婚した時なんかは、式のために30万両もの大金を費やしたんだ。
息子の望みを満たすために集めた税を主従順に与えただけでなく、例えば最小の長居生から没収した家や財産を、すべて主従順にあげたりとまさに特別扱いだったんだぜ。これはアホ息子に育っても仕方ない気もするわね。まあお金が余ってるならいいかもしれないけど。ところが万暦帝自身はとても倹約的な生活を送っていたらしく、宮殿を建てる資金すらなかったという話だぞ。だが主従順のことになるとケチな性格を一変させ、彼の好みを満たすために全力を尽くしたんだ。それはちょっと印象悪いわね。後々トラブルになりそうな気がするわ。っていうか罪悪感だけでそこまでするのもなかなかね。おそらくだが、主従順を生んだ帝子へのアピールもあったんじゃないかと思うぞ。ああ、確かお気に入りの側室だったっけ？そうだな。彼女を喜ばせるために、息子の主従順を甘やかしたっていう側面はありそうなんだぜ。それは納得できるわね。キャバ嬢に貢ぐおじさんみたいで、ちょっとどうかなとは思うけど。そんなわけで甘やかされた環境で育った主従順は、性格に問題ありまくりのヤバい奴に成長したんだぜ。暴力的で非人道的、横暴で庶民を食い物にして、欲望を満たすために底辺の民を搾取する、いわば落葉の都に救うモンスターのような存在になってしまったんだ。だが当然ながらこいつは、重税と貧困に喘ぐ民衆の恨みを買うことになる。当たり前すぎるくらい当たり前ね。これが彼の悲惨すぎる最後へと繋がっていくんだぜ。どんな結末を迎えるのか楽しみになってきたわ。主従順が落葉を治めていた当時、明王朝は決して安定しているとは言えない状況だった。もう明も末期だもんね。ああ、つまり皇帝や王が絶対君主だった時代は、とっくの昔に過ぎていたってこと。すでに明の国力は衰退し、外敵である異民族に抵抗するだけでなく、国内の反乱にも対処しなければならなかったんだ。そんな中で贅沢三昧してたわけだから、これは憎まれても当然だわ。贅沢だけじゃない。主従順の領地では、ずさんな政策によってバッタの害と干ばつが相次いで発生し、人々が苦労して植えた作物はすべて食い荒らされ、荒廃した地域だけが残されていたんだよ。ひどい話ね。バッタと干ばつってなると心配なのは食料だわ。その通り、あまりにも食べるものがないせいで、民衆は木の皮を噛んで飢えをしのいだり、ひどいところでは食人行為に至ったという。バカ息子を甘やかしたツケが回ってきたのね。とはいえこうした状況は、福王という高い地位にある主従順に影響を与えることはなかったんだ。民衆が食べるものに飢え、着るものにすら困るようになってさえ、彼はまだ贅沢にうつつを抜かし、フリーダムな振る舞いを謳歌していたんだぜ。こんなのに支配される領地の人たちがかわいそうでならないわ。そうだよな。彼は一日中食べたり飲んだりして過ごし、その体重はまさかの180キロ超え。もはや自分の世話すら自分でできない、太った怪物になってしまったんだよ。愚かな皇帝が生み出した悲しきモンスターって感じね。とまあ、ここまでなら主従順は最後まで人生を謳歌できたかもしれないが、残念ながら当時の民は極めて不安定な状況だった。国内にはならず者がはびこり、国外では異民族の侵略に悩まされていたんだぜ。あまりにもな状況で夢も希望も持てないわ。早くこのモンスターをどうにかしてあげてよ。もうちょっとだけ話は続くから我慢してくれ。さて、第17代の数帝帝が帝位を継承すると、明王朝はさらなる混乱に陥る。だがそんな環境でも主従順は自制することはなかった。彼にとっては自分が国の将来を心配する必要などけほどもなかったらしい。このバカ息子。やがて主従順の領地でも農民反乱が起こり、抑圧された民衆が団結して反旗を翻し始める。ところが主従順はまだ気にも留めなかった。それだけじゃなく、数帝帝が盗賊や反乱軍を一掃しようと主従順のいる落葉に兵を送ったが、その兵士に食料や衣服を与えることすらけちったという。どんだけ自分勝手？これに城を守る兵士たちが不満を抱かないはずない。一時は移植と引き換えに、敵に降伏しようと考える者すら出るほどだったようだな。だがそんな日が来る前に、落葉は李自成の魔の手に落ちることになるんだぜ。李自成って言うと、李自成は李自成の乱の首謀者で、当時最も大規模な農民反乱を率いていた人物だ。彼こそが明王朝を終わらせる張本人となるんだよ。ある意味英雄とも言えるわね。さて、打倒明王朝を掲げて進軍する李自成は、肥沃な土地落葉に興味を持った。そして大軍を率いて落葉の城門を強襲したぜ。しかもこの軍勢を見て、主従順にうんざりしていた守備隊はほとんど抵抗しなかっただけでなく、率先して城門を開けて反乱軍を城内に迎え入れてしまったんだ。やばいやばい。主従順は外の様子がおかしいことに気づいたが時すでに遅く、衛兵の協力を得て、李自成軍のほとんどが落葉に侵入してしまった後だったんだ。当然主従順はパニックに陥る。なぜ鉄壁の落葉にボートが侵入しているのか、とな。ただの自業自得だけどね。
彼は急いで衣服をまとめて邸宅にいた多くの側室たち、そしてその家族と共に命からがら逃げ出したんだぜ。だが180キロを超えるデブにはとても速やかな脱出など不可能。城壁から這い出るのも一苦労だった。ここに来て不摂生がたたるとは、しまいには前に進むことすらできず、あっという間に理事政軍に追いつかれ、主上旬はその場で捕らえられてしまったんだよ。他の女性たちはどうなったの？すでに主上旬を見捨て、命からがら逃げ去ってしまっていたんだぜ。あちゃー、こらあかんわね。さて、主上旬の結末については諸説あるが、いくつかの史書に記録されているのはこんな話だ。理事政は捕らえられた主上旬が慈悲を功能を無視し、あっという間に命を奪ってしまう。無慈悲。そして今は亡き王の太り切った体を見た理事政は、ある残酷な考えを思いついたんだ。怖いんだけど、一体どんな考えなの？まず、彼は洛陽の修行病という場所で福禄宴という宴会を開いた。そこで理事政の指示のもと、兵士たちは主上旬の遺体の髪を剃り、爪を剥がし、その体重180キロの肉をきれいに洗い、一塊ずつ切り取って鍋にぶち込んだんだ。まさか、ああ、鍋には他にも玉ねぎや生姜、ニンニクなどの調味料を加え、主上旬は庭園で飼われていた鹿肉と一緒に、じっくりことこと煮込まれてしまったんだぜ。全く美味しく召し上がれそうにないわ。理事政はその肉を部下に食べさせたという話だな。自分も食べたのかしら？そこはちょっとわからないぜ。この話自体、民衆の間で口伝いに伝わった可能性が高いんだ。おそらく主上旬を太った豚に見立てて、娯楽のために部下に食べさせた可能性が高い。悪趣味すぎるでしょ。ただし、その後すぐ満州族の立てた新朝が中国を治めることになったのを考えると、この悲惨な話も後で脚色された可能性はあると思うぞ。なるほど、それはありそうね。で、北京の数帝帝は自害して、洛陽の主上旬はお鍋にされちゃったってことは、もう明王朝は終わりってこと？いや、実はまだ終わっていなかったんだ。明の残党は中国南部に逃れて新しい皇帝を立てる。その白羽の矢が立ったのが主上旬の息子である主有数、すなわち後の皇皇帝だったんだぜ。万暦帝のバカ息子のそのまた息子ってことね。なんかすでに心配なんだけど。とりあえず皇皇帝について紹介していこう。1641年に理事政が洛陽を攻撃し、父の主上旬が没すると彼は海慶府に逃れる。そして翌年、海慶府も落とされるとは安に逃れて老の主上法。つまり有慶帝の孫との間で難民の皇帝の座を争った結果、見事皇皇帝がその座についたんだよ。皇帝に選ばれたってことはそれなりの人格者だったのかしら？いやいや、親の主上旬を見ればわかるだろ？息子の方もなかなかの怪物だったんだぜ。やっぱりそうなのね。皇皇帝の業績を見れば明らかだ。もともとは漢民族の期待を集めていた難民王朝と皇皇帝だったが、まず最初にやった政策が民間の婚姻を禁止して、自らの皇妃を選定することだからな。民衆からは失望の嵐だったぜ。どうしようもなさすぎる。そもそも皇皇帝は治世全体を通して、酒と淫欲に溺れる人生を送ったと言われているんだ。しかも朝廷の政治は完全に賄賂に支配され、汚職が極めて多かったようだな。見事に腐り切ってるわねー。明代末期と清代初期の記録によれば、彼には一国の皇帝としての才能も戦略も何もなく、官能的な楽しみにしか興味がなかったと言われる。だから美女とイチャつくために、朝廷の重要事項は全て関心たちに任せっきり。だがそいつらも賄賂を受け取ったり人々を食い物にしたりして、自分が富を得るためにしか動かないような奴らだったんだよ。すでに終わってる感が強いわ。こうした関心たちは、皇皇帝のご機嫌取りのために美女を用意したが、女好き皇帝の底なしの欲望を満たすには至らなかった。しまいに宮殿には側室や侍女が足りなくなり、宦官たちに街頭で女を選ぶよう命じたんだ。選ぶってどうやって選ぶの？出身や年齢に関係なく強制的に宮殿に連れ込むんだぜ。そんな、人々は災難を避けるため急いで娘を嫁がせたという話だぞ。見込んで美しい女性であれば、どんなものも皇帝の慰み者になる運命からは逃れられなかったからな。さすがに早く滅ぼされた方がいいんじゃないかって思えてきたわ。他にもひどい話はあるぜ。どうも皇皇帝は、小さい子がお好きな性癖をお持ちだったらしいんだ。やば。ある時、皇皇帝がしこたま酔った後二人の少女がその場に呼ばれ、しばらく経つと彼女たちの体が縄文から運び出されていったんだ。それってまさか、おそらく皇皇帝からひどい扱いを受けた後、命を奪われたんだろうな。とんでもない異常者だったわ。しかもこういったことは何度も繰り返されたんだ。ついでに言うと性別も関係なかったらしく、特に美しい宦官を寵愛して一緒に食事を取ったり寝たりしていたようだぜ。他にも側室を拷問したり息子を捨てたりと、なかなかひどい話が残っているんだよ。どうやら普通じゃなかったのは確かなようね。
一応聞いておくけどもうこれ以上の話はないわよね。性的快楽の追求のために、美薬を特別に調合させていたという話もあるな。高皇帝は石を宮殿に招き、美薬を作るため、人々にヒキガエルを捕まえるよう命じたことから、南京の民は彼をヒキガエル皇帝と呼んだりしていたらしい。あだ名かっこ悪すぎる。まあそんな高皇帝も1645年に秦軍が南京を占領すると逃亡に失敗し、配下の裏切りにあって捕らえられ、翌年に北京で処刑されてしまうことになる。こうして明王朝270年の歴史は幕を閉じるんだぜ。正直捕まえてもらえてよかったわ。なんというか、王朝末期の腐敗が凝縮したような恐ろしい親子だったわね。明を滅ぼすために生まれてきたんじゃないかって気すらするわ。それは言い過ぎだが、彼ら皇族たちの傲慢さが滅亡を招いたのは否定できないだろうな。ちなみに朱上旬を鍋にぶち込んだ李自成について扱った動画もあるから、気になる人は概要欄を見てみてくれ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、270年以上続いた明王朝を滅亡させた男、李自成と彼が経験した二度にわたる寝取りのお話だ。寝取り。要するに奥さんを別の男に奪われるってことだな。ちょっと待って、それが二回もなの？そういうことだ。それは結構なしくじりと言わざるを得ないわね。この話は男側も悲惨だが、女の方も負けず劣らず後味が悪いんだ。本人的にはできれば触れられたくないお話かも。明朝滅亡を目指した男の、悲しい結婚生活をぜひ最後まで見ていってくれ。それでは行くぜ。今日扱うのは明末の農民反乱の指導者、李自成だ。李自成の乱と呼ばれる反乱を明に対して起こし、首都北京を陥落させて明を滅ぼした人物で、その後は準王朝を建国して自ら皇帝を称したんだよ。ちょっと待って、準王朝なんて聞いたことないわよ。できたばっかりですぐに滅びてしまうからな。なんでそんなことになったの？同じ時期に北から侵入してきた秦の軍勢にやられてしまったんだ。そのため明王朝を滅亡させたと言っても、支配期間は極めて短かったんだぜ。そういうことだったのね。ちなみに李自成は、成華という国の初代皇帝李元昊の祖父である李桂仙の末裔を称していたらしい。一応血筋はちゃんとしてたわけね。まあ出任せの可能性も高いけどな。さて、明では1572年にわずか10歳の晩暦帝が即位し、初めの10年間は最小の長女帝が政権を取って国政の立て直しが図られたが、その没後に新政が始まると晩暦帝は政治を放棄してしまう。放棄しないで。ちなみにこの晩暦帝についての動画もあるから、気になる人は概要欄からチェックしてくれ。了解よ。彼の在位は48年に及ぶが、いくつかの戦乱で出費が加算で財政が破綻する事態になったんだ。万暦帝の没後も大正帝が即位後間もなく旧姓、天慶帝が宦官義中堅に国政を委ねるなど混乱が続く。ますますヤバそうね。対外的には、北の異民族である女真族を大祖ヌルハチが統一し、1616年に黄巾が建国されたんだ。明はその黄巾軍に1619年サルフの戦いで敗北。1636年には満州、モンゴル、漢人の衰退を受けて皇帝に即位した本退治により、女真族は満州族と民族名を改め、ここに新が成立したんだよ。満州は聞いたことあるわね。ちなみにそんな満州族がかつて建国した最強国家、金について扱った動画があるから、興味がある人は概要欄からチェックしてくれ。わかったわ。さて、天慶帝の7年の治世が終わり、崇禎帝が即位した時にはすでに民は壊れかけ、しかも即位後間もなく飢饉が起こり、反乱や秦軍の侵攻も激しさを増したんだ。これもうあかんわね。名将円崇観が北の国境で秦軍を防いでいるものの、本退治の策略にはまった崇禎帝が彼を処刑してからは、いよいよ秦軍の侵入を抑えられなくなる。そして同時に国内で発生したのがいわゆる李自成の乱。この農民反乱を率いたのが、李自成という男だったんだぜ。いよいよ主役の登場ね。李自成が生まれたのは、陝西省北部の米市県という場所だ。陝西省？中国のほぼ中央あたりで、長安などがある地域だな。生活は非常に貧しく、父親には子供たちを養う能力がなかったため、李自成は寺に送られ地主のために羊を飼う仕事をしていたらしい。貧しい家の生まれだったのね。当時、陝西省北部は相次ぐ飢饉に見舞われ、ほとんどの民が苦しい生活を強いられていた。さらに母親は彼が10代の時に亡くなり、父親もその後すぐに亡くなってしまったんだよ。そんな時、銀仙という場所で駅卒の仕事口を見つける。駅卒って何かしら？一言で言えば運送業者みたいなものだな。当時、各地に駅単と呼ばれる中継施設があって、そこを介して情報や物が運ばれていたんだ。郵便ネットワークがあったのね。まあそんな感じだ。だが当時の皇帝だった崇禎帝は、経費削減のために駅卒を大量解雇する政策を立てたんだよ。
そんなに経済的にまずかったの？当時の明王朝はほぼ末期的な状況と言っていいだろうな。原因はいくつかあるが、いくつかの戦争で戦費がかかったこととか、東林党と呼ばれる反乱軍、義中権に代表される宦官の汚職、そして北からの満州族の侵入といった具合に問題は山積みだったんだ。さすがに山積みすぎない？ちなみに財政圧迫の原因の一つは、あの文禄慶長の役だぞ。それって豊臣秀吉のやつ？ああ。じゃあ日本も関係してたのね。ちょっと悪いことした気もするわ。ともかくその結果が疫卒の大量解雇で、これが理事制の人生にも関わってくるんだよ。ってことは理事制も？ああ。残念ながら解雇されてしまったぜ。だがこうして仕事をなくした疫卒たちの多くは、明王朝打倒のための反乱軍に加わることになるんだ。そう考えると、この出来事は理事制の運命の転換点だっただけでなく、明王朝の運命をも左右したと言えるだろうな。確かに、後々王朝を滅ぼす反乱軍を大量に生み出してしまったんだものね。ある意味自業自得って感じもするわ。ともかくこうして職を失った理事制は故郷に戻り、債権者に怯える生活を始める。一時は借金を返せず、手枷足枷をはめられて拷問を受けたこともあったらしい。この生活は理事制の心に大きな傷を与えたんだぜ。なかなか辛い前半生だわ。ちょうどその頃、理事制は最初の妻の監禁寺と出会う。監禁寺は美しかったが、同時にあまりいい噂のない女性だったんだ。理事制と出会う前にすでに2回結婚していたが、どちらも彼女の不倫によって破綻してしまっていたんだよ。さすがにおすすめできないわね。普通は不倫をした者は追い出されるが、監禁寺はあまりにも美しかったためそれを免れていた。そして理事制はその美しさにどうしても自分を抑えることができず、皆の反対にもかかわらず妻に迎えてしまったんだぜ。やばい匂いがプンプンするわよその女。そんなある時、またもや借金が返せなくなった理事制は役人によって捕らえられてしまう。大丈夫？結局この時は友人の力を借りて助かったが、その間にまずい問題が起きる。夫がそばにいない孤独に耐えられなくなり、妻が村の仲間と関係を持ってしまったんだよ。あちゃ、それでどうなったの？やっぱり裁判かしら。いや、その後の展開は周りの予想をはるかに超えていたんだ。怖いわね、どういうこと？なんと出所した後妻の不倫を知った理事制は、彼女と不倫相手を刺して命を奪ってしまったんだぜ。解決策がストレートすぎるわよ。こうして同時に二人の貫通者をこの世から消し去ってしまったんだ。衝動的にやっちゃったのかしら？でもよく捕まらなかったわね。有罪判決を受けた理事制はなんとか辺境の地に逃れ、兵士になるために監修に渡り、やがて反乱軍に加わることになるんだよ。そんな衝撃的な門出だったとは。当時、明王朝はすでに崩壊の危機に瀕し、光栄省が陝西省で反乱を起こしていた。理事制もまた光栄省の軍に入り、急速に将軍へと成り上がるんだ。やっぱり優秀だったのね。まあそこは間違いないだろうな。そして、人生で2番目の妻である慶氏に出会ったのもこの頃だったんだ。一人目は自分の手でやっちゃったって考えるとこの先が怖いわ。慶氏は子供の頃から秀才で、豊富な知識と戦略的な考え方を持ち、算術にも非常に優れていた。理事制はそんな慶氏に結婚を申し込んだぜ。一人目の奥さんは美人だったらしいけど、今度はどうだったのかしら？どうだろうな。顔についてはよくわからないが、一人目ほどじゃなかったのは確かだろう。だが彼女は要塞だったようで、理事制の部隊は慶氏の管理のもと整然と組織されていったんだよ。いわゆる内助の功ってやつね。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの理事制は、民軍を率いる華人劉という将軍と対峙するよう命じられたぜ。もちろん慶氏も奥徒に従って戦地に赴き、兵站を管理していたんだ。ここまでは何の問題もないように思うけど、だが少しずつ暗雲が立ち込めてくる。戦場で過ごす時間が長くなるにつれ、慶氏はだんだんと夫の愛情に疑問を抱くようになっていくんだよ。なんでまたそんなことに？そもそも軍の仕事の忙しさはあるだろうな。何せ理事制は、後に光栄省の後継者になる男だぜ。じゃあよくあるすれ違いってやつだったのかもね。それに、もう一つ理事制夫婦にとっては不幸な出会いがあったんだ。どういうこと？理事制の部隊に高潔という部下がいた。彼は伝承では理事制と同郷で、理事制が親戚のつてで反乱軍の高い地位についたことを妬んでいたんだよ。理事制ってコネだったの？真相は不明だな。ともかく、確かなのは高潔がそのことを恨みに思っていたってことなんだぜ。そして事態は深みへとはまっていく。このドロドロはどこに行き着くわけ？まずは、理事制が軍を率いて老衆を攻撃するところから始まるんだ。当時、理事制の軍は老衆を包囲していたがなかなか占領には至らなかった。そんな中、理事制は高潔が民軍と共謀したのではないかと疑いを抱いたんだよ。なんでまたそんなこと思っちゃったの？
どうも敵将と通じている疑いがあったようだな。豪傑に敵将の反乱を促す手紙を書かせたが、使者が戻ってくるとまず最初に豪傑のところへ行き、その後ようやく理事制のもとへ報告に来たんだ。確かに怪しい。そして彼は豪傑を前線から後方の軍営に移動させてしまったんだ。実際にはどうだったの？さあな。真偽のほどは不明だが、民軍による策略だったという説もあるようだぜ。内部分裂を狙ってたってことなのね。おそらくな。ともかく高潔も移動には不満だったが、命令に従う以外の選択肢はなかった。そしてその移動先にいたのが理事制の2番目の妻、慶氏だったんだ。波乱の予感しかしないんだけど。どうやら高潔は美目秀麗だったらしく、慶氏は彼に惹かれ、高潔の方も理事制の忙しさを利用して彼女に近づいたんだぜ。こうして秘密の関係を持った二人だったが、時が経つにつれ理事制の評判はますます高まり、二人は自分たちの不倫が暴露されるのではないかと恐れるようになったんだ。多分だけど時間の問題でしょうね。もしこの不倫が発覚すれば二人とも命はない。一人目の奥さんと同じようにね。そう。この事態を避けるため、高潔は民に寝返ることに決めたんだよ。ええー、ちょっと。そしてある夜、高潔と慶氏は密かに理事制の陣営を出て、民軍の駐屯地へ向かったんだぜ。二人の逃亡はすぐに老州の理事制に伝えられた。理事制は昔からの友人が自分を裏切ったと知り、打ちのめされたぜ。二回目だしそやねえ。しかし彼はひるむことはなかった。彼はむしろ野心を奮い立たせ、いつか皇帝になってからでも、自分を裏切った者たちに対して行動を起こすのは遅くないと考えたんだぜ。一体どういう結末になるのかしら。さて、放棄から10年以上経ち、理事制は反乱軍を率いて洛陽や城陽などの都市を占領することに成功していた。1643年には西安を占領し、準という名の新たな国を建国したぜ。まさか一介の貧しい農民だった男が、国を作るとはね。一方の高潔は当時民軍で高い地位にあり、理事制が大元を征服したと聞くと、軍隊を率いて理事制と戦うが敗走。反乱軍はそのまま北京に到着したんだ。そこから2日間にわたる戦闘の末、明王朝の首都北京は完全に反乱軍の手に落ち、崇禎帝は自害して明王朝は滅んだんだぜ。かつての仲間同士が戦うっていう熱い展開になってるじゃないの。しかも奥さんを取られた相手に。ともかくこうして理事制はついに憎き明王朝、そして妻を寝取った友人に復讐を遂げたわけだな。明を滅ぼしたのはいいけどなんかすっきりしないわね。まあそうだろうな。高潔はまだ生きているし、一方で理事制は、その後すぐに北からなだれ込んだ秦軍に敗れて命を落とすんだ。結局高潔は生きてるやんけっていうのがちょっとねー。そこは歴史のいたずらって感じだが、とりあえず高潔の最後についても解説しておこう。わかったわ。明王朝が滅ぼされた後は中国南部へ向かい、福王朱有枢を皇帝として擁立して南明を樹立する。これが南明初代皇帝の後皇帝となるんだ。明王朝の生き残りは南へ逃れていたのね。そうだな。そしてこの国で高潔は中心的な役割を果たすことになるぜ。南明が北伐を開始すると高潔は将軍として派遣され、中国を取り戻すための戦いを始める。だが、厄介な問題が持ち上がったんだ。どういう問題かしら？当時水州を治める拠点国が、清朝への降伏を表明しようとしているという情報だったんだよ。南明からも裏切り者が出始めていたのね。そういうことだな。高潔はこの問題の調査のため拠点国の元を訪ねる。気軽にそんなことして大丈夫？当然部下たちは、危険だから城外で会うべきだと進言したが高潔は聞き入れず、自ら城に入って話をしようと試みたぜ。拠点国は高潔を歓迎するため盛大な宴会を開いたが、これが明らかな罠だったんだよ。そりゃそうよね。ただ、高潔はなぜか疑わなかったんだ。どうして？農民出身だったせいで、そういう策略に慣れていなかったのが理由だと言われているぜ。見るからに怪しいと思うけどな。ともかく高潔は拠点国の軍を解体すること、そして拠点国の息子を秦に贈り物として与えるつもりであることを告げたんだ。まともに喧嘩売ってない？これに拠点国はあえて同意するふりをしたため高潔は警戒を緩め、食事を楽しんだぜ。そして深夜になると、拠点国はぐっすり眠る高潔を縛り上げ、その場で斬首してしまったんだよ。ああ、この事件は難民にとって大きな打撃となり、水州の変と呼ばれたぜ。翌日、城外に駐留していた高潔の主力軍は、主人を待たずに直ちに水州の南門を攻撃したが、すでに拠点国は黄河を渡って秦軍に寝返った後だったんだ。時すでに遅しってわけね。復讐として、高潔の部下たちは水州の人々を全員虐殺したという話だな。えぐう。高潔没後、妻の慶氏と息子には頼れる人がおらず、高皇帝に保護を願い出た。高潔は明の将軍としての功績もあったため、しぶしぶながら受け入れられたぜ。
とはいえ高校帝には政治の才能はなく、酒と色に端的するだけのバカ殿だったんだ。ちなみに彼は万歴帝の孫にあたるな。うん。血筋というしかないわね。困った慶氏は息子を宦官の養子にするしかなく、当時は笑い者になったらしい。そんな難民王朝も長くは続かなかった。難民の滅亡後、慶氏とその息子は消息を絶ったが、一説には慎重に亡命してひっそりと新生活を始めただとか、または反乱に巻き込まれて母子ともに命を落としたという噂もあるようだぞ。いずれにせよ、あまり幸せな結末じゃなかったのは確かね。そうだろうな。ちなみに難民の高校帝とその父の主上順という、二代にわたって明王朝の最後を見届けたダメ親子についての動画もあるから、気になる人は概要欄からチェックしてくれよな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。